んにちは。はい、こんにちは。トロピカルガーデンです。はい。すごいね、周りになんか囲まれちゃって。すごいでしょ。うん。今もう父の日セットのキャップ入れが、うん、だいぶ完了し始めまして。はい。で、このキャップ入れが終わって、うん、あと2個目の、この間告知させていただいたマグカップが届いたら、発送開始させていただきます。はい。なんかすごい近くない？大丈夫？そんなことない。はい、ね、うん。で、なんか改めてさ、キャップに入れられた苗を見たら、うん、なんか、果物と一緒で、うん、何かもキャップに入れるとやっぱり可愛さが増すんだよね、うん、なんだろうこの感じ。もう紹介したやつなんだけどね、これもね、うん、ハニーピンク、うん、ちょっとピンクなのともう紅葉が冷めてるのはこの差は水が抜けてる差です、うん、水の抜け具合の差、うん、で父の日セットは群生株のねセットでお届けなんですが、うん、これはピンククリスタルだ。値段がちょっと見れちゃったらごめんね、うん、もうこれ値段からして、うん、全部例えば6個、うん、あの特典分6個取って、うん、通常価格で言ったら通常価格で言ったらやばい値段だね、うん、ちょっともう赤字でもいいやと思って、うん、ね、でちなみに送料も無料だから、うん、でマグカップも2つつくでしょ、うん、すごいすごい得お得だと思うでもこういうセットの時しかここまでお得にはできないので、うん、ちょっとちゃっかり値段隠してるけど、うん、皆さん届いてからあのびっくりしてください、はい、通常販売価格とこの父の日だけの特別な価格、うん、お得感がそれで分かるね、お得感がかなりやばい、うん、でピンククリスタルね、これがね、うん、なんかこうキャップに入ってて可愛くない、うん、お上品な果物みたいになってるんだけど高級果物、うん、これ1個で果物で食べたらすごいね、高級な果物だよね、うん、虫だろうね、うん、これはミーヤ、んミーヤ、ミーヤ、うん、超可愛いんだけどやばい、うん、ね、やっぱり大きい株なので若干こうやってあの欠けがあったりします、うん、なんでかっていうとやっぱり大きい株って長い年月をかけて、うん、例えばここにあるものも5年ぐらいかかってこれぐらいになってるものもあります、うん、だからその年月がかかった分やっぱり傷は若干あります、うん、ただ傷って言っても中心がねこう割れてたりとか、うん、表面から見て明らかに嫌だなっていう傷のものはないです、うん、そういうものはもう弾かれてしまいます、うん、見た目でねこんな感じで外場にちょっとこうやってかさぶたがあったりするのはもう輸入時にもついちゃうことだし、大きくなるにつれてついてしまう傷なので群生株とか大きい株についてはお許しください、うん、はい、これ全部弾いたら出せるのが一個もなくなっちゃうからそう、大きい株に関してはね、うん、そういうこともあります。で、ラウレンシス取りやすいとこで水がちょっと抜けちゃってるんだけど、これはラウレンシスって可愛いよね。可愛いんだよこれね、夏になると真っ青になっちゃうんだけど、うん、今水が抜けてるからまだ赤いけど発根したらすごい青くなってちょっと葉が伸びます、うん、でもその姿も涼しそうですっごく可愛い、うん、ラウレンシスは原種です、うん、ね、後輩によく使います、これ。で、これはこれはあれかね、父の日セットの群生株を改めてご紹介、うん、あれかと思ったら、そうそうそう、あれかと思ったらこれピンクベリーだって。違うんだ、あれとあれかと思った、ほらピンクローサ、ピンクローサかと思ったら違う、うん、また違う種類なんだ、うん、なんかでもちょっと違うのが入ってるんかね、うん、ちょっと小ぶりだなと思った、うん、自分のピンクローサよりね、うん、葉がちっちゃいよね、なんか、うん、なんか粒が小さいなと思ったんだけどピンクベリーです。姫ボタン、でかいでかい、ね、でかすぎるぐらいでかい。どうしたらこんなにね立派に育てられるんだろうっていうぐらいすごい立派、うん、重量感がすごいです。これはチェリーブロッサムだって。うわ高値段がね、これちょっと高級品です、うん、チェリーブロッサム。あとはこれは違う、これも違う、全部ちょっと見せきれないかもしれないけど、うん、これか、これはあれだ、群生、やっぱり群生のね。でたまにこうやってもげちゃったりしてるけど、うん、群生のやつで植える時はこうやって寄せて一緒に植えてあげてください、うん、どうしてもね輸送時とかキャップ入れ時に多少取れてしまう部分があります、うん、ヒューミリスだって、はい、かわいい、超かわいいんだけど、このさヒューミリスってさ、うん、若干この黄色くクリーム色っぽくなるのがすっごく可愛くて、うん、
好きすぎて自分では何個もこれ持ってるんだけど、キュミリスはね、かわいいよね。しかも結構こう群生していくからさ、そうなんだよ、どんどん群生していくから、ここまでの群生になればまた今度親から子がどんどん、子から親、子から子がどんどん出てくるから、うん、さらに群生するまでにあっという間に群生もっとしちゃいます、はい、ね。コロラータだって、かわいい、爪が超かわいいんだけど、コロラータで群生してる、うん、下山コロラータみたいな感じか ね、そんなタイプだよね、うん、一応コロラータっていう名前できたけど、うん、なんか見た目が下山コロラータっぽい、爪っぽい感じの株です、うん、ね、3頭だったり4頭だったり、うん、かわいい、超かわいい、自分で欲しいんだけど全部自分で欲しい。なんかさ、群生だけをこう並べてこう置いといたらかわいいだろうね、そのコーナーが。ピンクドラゴン、これもちょっと1個ポロって取れてるけどね、うん、ピンクドラゴンもこんだけ群生は、前2個ぐらいのやつは販売させてもらったけど、うん、こんだけの群生は販売したことないな、うん、ね、これちょっと自分の中で一番のお気に入りぐらいお気に入りなルンデリ、瀬戸さルンデリ、うん、超かわいいんだけど、この赤さ、ね、若干毛がね、うっすら毛が生えてるんだけど、うん、あの毛タイプが嫌いな方でも気にならないぐらいの毛です。夏は全然わかんなくなっちゃうんだよね、本当に葉の先っちょにちょっとちょちょんって毛が生えてるぐらい、うん、ね、すっごい可愛いです。これももう赤くなるとこが可愛いよね、うん、ね、そういえばさ、うん、あのサボテン総大師さん行ったじゃん、うん、命名もう決まったの？そう、1個だけ、うん、あのこの間インスタで一応発表させてもらったんだけど、動画では言ってないよね。そうだね、うん、ちょっと見せながら言っていい？うん、じゃあそれはまたね、うん、後でね、うわ、石英だって、石英だって、かわいい。これ何？ちょっと自分でもさ、ちゃんとまだキャップに入れたの全チェックしてないから、シャングリラってちょっと前に販売させてもらったよ ね、めっちゃ群生なんだけど、シャングリ、しかももうここから子が出ちゃってるね、シャングリラ。ちょっと 見つけられる限りで、うん、バナナ、バナナ美人、川崎ちょっと通行止めになっちゃうからこの辺までだな、うん、匂いかやっぱり匂いかくんだねちょっとね、キュウリっぽい匂いがするバナナ美人がすごい可愛い、バナナなのに、うん、まだまだあります、はい、またちょっと通行止めになっちゃったので、うん、父の日セットね、こんな感じで向こう行く、うん、ね、もっともっとね、多分いろんなとこにあるんだけど、ちょっと今通行止めなので、うん、見つけられないので、はい、すぐ通行止めってね、雨が降るから、うん、あの雨が当たらないとこ、屋根が開いてるから、うん、雨が当たらないところに避難なんで、うん、雨の時はね、ちょっと通行止めで全部見つけられないけど、うん、本当に今回大奮発したセットなので、うん、ぜひぜひご購入をね。はい、で在庫がなくなり次第もう終了になってしまうので、うん、今回はもう父の日セットこれで終わりです、はい、マグカップも2個付けさせていただいたので、はい、ね、そんな感じです。で、はい、今日、うん、今回お買い物マラソン、うん、父の日セットメインで他に商品を更新していなかったので、うん、ついでにもうちょっと前に訳あり品はね更新させていただいてて、うん、あのお買い物マラソンの前かな、うんうんうん、で今回は B、 あの寄せ植え用の B 品のセットを更新させていただきます、うんうん、で全、うんと中サイズのエケベリアからまず、うん、今 B って書いてあるもの取り出しました、うん、はい、ほんと若干傷がついてたり、もうちょっと時期が成長期になってきたので若干開き気味だったりとか、うん、あとはね、成長点がなかったりとか、うん、あと刃先がやっぱ折れてるとか、うん、あとちょっと形がいびつなものもあります、うん、ね、で、あまりにもすごくいびつなものは入れないんですが、うん、こうやってやっぱ曲がってるものとかもあるので、こういう曲がってるものはワンカットしてもらって、うん、あの仕立て直してもらってもいいし、うん、こう斜めに例えばこの幹の通りにこう植えてあげると、うん、また上に向かってちゃんと立ち上がっていきます、うん、だからそういう風に使ってあげて大丈夫です、はい、あと若干こうやってね開いちゃってるもの、うん、
あんまりにも首が長く徒長してるものは入れません、はい、やっぱり自分で見てて復活させられるなっていうものだけをスタッフさんともお話しして入れさせていただいてます、うんね、今回ちょっとね小ぶりなのも多いです、うんね、大きいのばっかりじゃなくてまんべんなく、うち大きいすごいまんべんなくやっぱり入るようにしたいので、うん、均等に、ね、なるように入れさせていただきます、うんはいね、やっぱ傷だね、刃先の傷、これちょっと面白いね、下からここがこれすごいね、うん、植え付け部分がない感じだ、これどうするかね、でもうん、ね、本当にどうするか、どっちを下にしようかっていうレベルだね、ボールになっちゃってる、これ面白いんだけど、ね、逆に、これはもうここの幹の部分の子を取って3個ぐらい取って、ね、植えるときに横にまとめて植えてあげればまだ生きられるからね、今の時期だから、うん、それにしてもすごい幹がない、これ誰かのとこに行くわけ、行くよ、うん、これだって思ったらね、入ってた方いたらちょっとね、うん、植え付けてどうなったかその後教えてほしいです、ね、もう根っこもこうやって出てきちゃってるので寄せ植えにそのまま使っていただいて大丈夫です、はい、ね、で今回はちょっとミニの苗が多いので、うん、だいぶ溜まってきてしまったのでそれだけ弾かれてるっていうことなんだよ結構、うん、ね、そんなにビー感は感じないけど、これとかはもうほら葉にこうやって傷があるからビーだなっていう感じなんだよね。この辺もでもさ、ちょっと置いとけばさ普通に治っちゃうやつなんだけどね。そうそうそう、でこうやってちょっと開いちゃってるやつって、うん、3週間お外に、うん、直射日光はまず最初は避けて、うん、徐々に3週間お日様に慣らしていってあげるとすぐ上向いちゃいます、うん、3週間あれば間違いなくもう上に向いちゃいます、うん、ね、形がいびつなものとかちょっと小ぶりなものが結構多いので、うん、今回、まあ、均等になるようにするけど小ぶりなものも多いっていうことをご了承ください、はい、あとはミニ苗の方、やばい失神しちゃった。ミニ苗の方はこんな感じで、ミニ苗も、これミニ苗じゃないの、猫ポスの配送で入らなかった大きいサイズのものとか、あとやっぱ爪先が折れてたりとか、うん、猫ポスって厚さの制限があるので、うん、あんまりにも大きいものは入れられません、はい、これもミニ苗じゃないね、ね、うん、やっぱちょっと若干開いちゃってるものとか、うん、爪先が折れてるものね、あんまちょっと B っぽくないけど、これ B っぽくないけど今回 B っぽくないのも入っちゃうということでご了承ください。爪先がこうやって割れてたりね、はい、ただ色味とかはだ、これはね赤系はみんな爪先が折れてます、うん、色味は均一になるようにアガボだけがいっぱい入るっていうこともないし、でもこうに見て均等だよね、うん、そんなにう、ね、うん、ばらつきがない、偏ってるっていう感じじゃないよ ね、うん、ね、こうやって刃先が傷になってたりするものを、うん、セットでお届けさせていただきます、はい、前回が確か20個10個5個のセットだったと思うんだけど、今回購入見させていただいた感じ、うん、ミニ苗が結構多めな感じがするので、うん、10個10個と、うん、10個10個っていうのは中サイズの B 苗が10個、うん、でミニ苗のB 品が10個、うん、とあともう一つちょっと、うん、普通の寄せ植えセットで入れさせていただいてる苗で、うん、結構小ぶりな苗が残ってしまって、うん、その小ぶりなサイズの苗を10個入れさせていただきたいなと思います、はい、いいかな10個10個10個、うん、で小ぶりなサイズの苗は、うん、B っていう B じゃなくて本当に小ぶりです、うん、あとねちょっと品面白くてあんまり入れてなかった品種とかそういうのも入ってます、うん、ね、ネコポスでいけちゃいそうなサイズのものが結構残ってる感じがするので、うん、10個10個10個で入れさせてください、はい、ね、でミニサイズのものはこうにパッと見た感じ傷がそんなにたくさんあるとかそういうんじゃないので、うん、普通の苗として扱ってあげてください。まあどっちもね普通なんだけど、うん、復活しちゃえば、うん、
普通に、うん、普通です。普通、はい、本当にだから果物で言ったらちょっといびつな形のものとか果物のお気あり品みたいな感じで、うん、そんな感じで購入していただけたら嬉しいです、はい、ね、だからお友達にプレゼントしたりするとかじゃなくて自分で寄せ植えを楽しむ、寄せ植えの練習をしたりとか、うん、葉差しの練習をしたりするのに使っていただけたらなと思います、はい、でやっぱりあくまでも B 品なのでさっき紹介させていただいたように傷があるということをご了承ください、うん、はい、から傷のあるものとか若干開いたものの中サイズの B 品が10個、うん、でミニ苗の B 品爪先が折れてたり、うん、あと葉が開いてたりするもの、開いてるって言っても全然今の時期だから全然です、うん、この程度です。開いてるって言っても、うん、すぐ戻る、すぐ戻っちゃう、うん、そういうものが10個、うん、それから小さいサイズの中、うん、中ベリアが、うん、それは通常の苗です、うん、それが 10個って言ったんだよね、うん、で全部で10個で、うん、お届けさせてください、はい、で今日、21時からビンゴ大会のライブ配信をする予定なので、うん、更新20時にします、はいはい、20時に在庫を足しておくの で、うん、で概要欄に貼っておきます、はい、よろしくお願いします、はい、B 内のセット、寄せ植えセットっていうふうにいつもの画像で載せさせていただくのでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はいはい、でさ、ちょっとね、うん、コメント欄で、うん、すごい、なんつんだろう、いつもより、うん、ソフトな質問、うん、ちょっとそれだけちゃちゃっと読んでいいかね、はい、うん、まずね一つ、ちょっと新しい方から読んじゃうんだけど、うん、いつも、さやかさんかな、はい、いつも楽しく拝見しております。フリーノビアの未消をチャレンジ中なのですが、腰水の期間で悩んでます、うん、品種ごとの違いはあるのでしょうか、あるのでしょうが、どれくらいまで腰水をで管理した方がいいでしょうか。現在種まきから3ヶ月ちょっと、苗は 3.5 センチほどになってます。苗は 3.5 センチ、すごいね、うん、大きくなったね、うん、束から本葉が出てきたらもう腰水取っちゃってもいいんだけど、うん、あんまりでも乾燥するようだったら、うん、個々に植え替えるまで別に腰水でもいいかなと、うん、ただ夏とか梅雨、蒸れやすいので、その時期になったらもう上げちゃった方がいいかなっていう気はします、うん、そこまで大きくなってるんだったらもう腰水にしなくてもいいんじゃないかな。大丈夫だよね、うん、3.5 センチもあれば、うん、すごいね、早いね、3ヶ月でしょ、種まいてから、うん、早い、ね、管理が上手なんじゃないかな、ね、環境がいいかもね、うん、はい、じゃあ次ね、はい、タンゴさん、フータンが手にしていた大きな苗は何という名前ですか。とても綺麗ですね。キノコ手で持ってたでかいモンローみたいなやつかな。ああ、母の伊勢とに入れさせていただいた、うん、あれかな、星影かな、うん、あ、星影か ね、うん、そうかもしれない。そう、あれ販売株ではなくて、うん、そう、母の伊勢とで入れさせていただいた苗になります。はい、はいはい、次ね、カイ君、はい、以前購入させていただいた当院だっけ、うん、のモンストのオリキュラから平らな当院のような葉が出てきました、うん、そのままだと先祖返りしてしまいますか、抜くべきなのか、うん、夏は、平らな葉が出やすいだけなのかと疑問が出たので質問させてもらいました。よろしくお願いします、うん、夏もちゃんと筒状の葉っぱのままなので取っちゃった方がいいです。あ、その平らなやつは、うん、先祖返りしちゃいます、うんうん、だから平らのが出てきたら取っちゃってください、うん、はい、あとね、ちょっと何件かね、ちょっと質問あったんで、母の日のビンゴカードは次ですかとか、花束のビンゴは明日じゃないんですねとか、そういうのがあるんだけど、そう、母の日のビンゴは、ちょっと今日概要欄じゃないや、うん、コミュニティの方に、うん、詳細アップします、うん、でもその前に3つやってないのがあると思うので、うん、母の日は母の日で1段と2段になると思うんだけど、うん、そうだね、あとちょっとお届けしてない方がまだお受け取りいただいてない、うん、明日到着の方とかもいらっしゃるので、うん、なので母の日は次の次週、うん、次週くらいになっちゃうかな、うん、ね、全てのお客様がお手元に届かないとやっぱりできないので、そうだね、始めちゃうわけにいかないもんね。そうなので、うん、母の日はね、一応明日が母の日だもんね、うん、そうだよね、うん、だから母の日が終わってからお客様が全て受け取っていただいてからやらせていただきたいと思います、はい、なので今日開催するビンゴはコミュニティの方にこれから記載させていただきます、はい、早めの時間にね、うん、はい、はい、でもう一つだけね、はい、越後猫さん、うん、こんばんは、越後猫です。
ラブリーローズの頭がぴょんと伸びたのでカットしました、うん、動画でよく乾かした手で、うん、と言われて横に刺しているのを見ますが、うんうんうん、本当は何日くらい乾かすのが良いでしょうか、教えてください、うん、本当その時期によっても違うんだけど、カットを例えばして、うんうん、乾かして、うん、本当はね根っこが出てきてから植えるのも全然平気なんだけど、うん、あのカットして乾いてきて、乾いてくると幹の部分がちょっとポコって膨らんでくるんだよね、うん、であのジクジクしてなかったり触っても硬いなっていうのが確認できたら植え付けてあげてください、うん、これ時期によって全然違ってくるので、うん、今みたいな乾燥した時期だったら1週間乾かせば全然大丈夫です、うん、で乾かし逆に過ぎちゃうと今度本体の水分が抜けてきちゃうので、うん、それを防ぐためにも大体1週間乾かしてくれれば今時期は大丈夫です、ね、夏は多分みんなカットしないと思うんだけど、うん、またこれで冬とかになると発根も遅くなっちゃうから、うん、もう少し根が出てからで大丈夫ですよって言うけど、基本的にでも乾燥した時期だったら1週間乾かしてあげてください。はい、はいはい、ごめんもう一個だけ、はい、杉焼さんこんばんは、はじめまして。リトープスを5月13日に届くのですが、初めての リトープスなので植え付け方、これからの時期のお世話の方法を教えてほしいです。重複していたらすいません、よろしくお願いしますって。そう、これリトープスのセットを販売させていただいた時に、うん、あの浅玉のセットで植え付けの動画をやらせてもらってるんですが、うん、そこを見ていただけると分かりやすいと思うので、うん、明日もう一回動画でやってもいい？あ、そうだね、うん、おさらいで、うん、ね、うん、あの明日公開させていただきます。はい、はい、そんな感じで、はい、じゃあ今日は質問こんなところで、大丈夫かな、うん、そう、鋼先生にね、命名してもらって、うん、それも明日お話しさせてもらっていい、うん、なんかちゃんと長くお話ししたいの。そうだね、なんて言って1分ぐらいで終わっちゃったりして、ね、うん、じゃあそんな感じで大丈夫ですか、うん、はい、明日母の日だもん ね、早いね、あっという間、うん、ね、皆さんのお手元に届いたのが喜んでいただけたかなと思って、バッグとか、うん、ね、もちろんないもんね、うん、寄せ植えもね、あのこういう風にしましたみたいなお写真もたくさんいただいて、うん、あの拝見させていただいて、みんな本当に上手で、うん、上手で教わりたいぐらい、ね、うん、いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。と、ね、自分たちと同じぐらい の、ね、あのお客さん、あ、お母さんと同じぐらいの年代の、ね、お客様もたくさんいらっしゃって、うん、ね、嬉しいよね、うん、みんなお母さんね、嬉しい、すごい嬉しいです。いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、そんな感じでまたね、うん、今日は今夜、はい、あのビンゴ大会あるんで、はい、あのビンゴカード持ってない方も、もしビンゴカードとお菓子と、うん、あのビール持参でお酒で、ね、お願いします、うん、はいね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。21時にビンゴ大会、うん、あの始めます、はい、21時にライブ配信を開始するので、うん、あの準備してよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあそんな感じで、はい、よろしければ、はい、チャンネル登録と高評価ボタン、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。